はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、ゴールデンウィーク。私は結構サボってました。治療院とかをちょっとお休みにしてですね、実際に実家の方ですね、妻の実家と私の実家に子供を連れて、のんびり家族サービスに当ててましたが、今日も、それは今日でおしまい。今日からしっかりメキメキ働こうと思って、久々に動画を撮ってます。今日は、四十肩、五十肩についてのお話をしていこうと思います。前回までですね、肩こり、首こり、あと背中の痛みとかについてお話していきましたが、まだ触れていないところ、四十肩、五十肩についてのお話をやっていこうと思います。四十肩とか五十肩、こういった動画を見られている方は、そういった症状でお悩みの方って多いと思います。そんな動画を見るとですね、四十肩をすぐに治すとか、すぐ楽にする方法とかっていろいろ出てますが、あれで治るのは、私もそういう動画いろいろ拝見しますが、あれで治るのは本当の四十肩ではなくて、ちょっと筋肉に引っ張ってたりだとか、障害が起きてるだけなので、それは四十肩じゃないです、そもそも。はい。本当の四十肩っていうのは本当に時間がかかるものだと思っていただいた方がいいです。四十肩、五十肩はですね、大体ですね、ひどい人だともう10ヶ月ぐらいかかっちゃいます。10ヶ月。これを頑張って頑張って僕らが治療をして、なるべく短くして6ヶ月。6ヶ月のところまで持っていく治療がいい治療っていうふうに言われてます。ちょっとここを揉んだりとか触ったり押したりして良くなっていく、上がるようになるっていうのは、それはそもそも四十肩ではなくてですね、結構簡単な症例であったりします。そこをちょっと勘違いしないでいただいた方がいいのかなと思います。まあ、とは言ってもですね、本当にどうしようもない四十肩、ああいったストレッチとか体操、セルフケアを試してみてもなかなか良くならない場合は、やっぱりね、時間がかかることもあります。それはもうしょうがないです。そういった場合は、肩甲骨を動かす、この肩甲骨を動かすような体操がすごく大事になってきますので、あれをいろいろやっていってもなかなか良くならない方は、ちょっと自分には時間がかかるんだなっていうことをまず押さえておく。そして、肩を引く運動です。こういう運動、ただこれだけでいいです。毎日これだけやってください。肩甲骨を後ろに引いて、後ろに下げていく。後ろに引く、後ろに引く、後ろに引く。これだけでいいみたいです。これはお医者さんが言ってました。はい。もうそれしかないですって。実際に。なので、病院とかでは滑車とかが効果的になってくるっていうお話ですね。私も病院に働いている頃は、あんな滑車とかして良くなるのかと思ってたんですけども、実際にですね、本当の四十肩、肩関節周囲炎っていうのは、それぐらいの時間と、炎症収まっていく、あとは肩がちゃんと動くようになっていくっていうのには、肩甲骨を動かしていって、時間を待つしかないっていう話もあるみたいですので、もうそれはどうしようもない話らしいです。治療すると、これが4ヶ月分縮まっていくっていうのが、実際にあるそうなので、うちに来ていただくと治療ももちろんやっていきますが、基本的に時間はかかっていくこともある、そういったケースもあるっていうことは、ちゃんと押さえておいていただいた方がいいと思います。簡単に治す方法とかで言うと、そうですね、この辺をグリグリしてあげたりすると、少し上がりやすくなる人ももちろんいます。それは肩がこうねじれてきて、この状態だとなかなか上がらないよっていう人ですね。これは単純に動かし方と筋肉の状態、使い方が悪いだけなので、これはすぐ良くなりますけども、時間がかかる場合も中にはありますよってことは、押さえておいていただいた方がいいと思います。早めていくには、肩をこう、後ろに引く。肘を後ろに引いて動かすこと。あとは、栄養状態です。食べ物、食事の状態、そういったところを気をつけていく必要がありますので、そっちのアプローチの方が安全で、遠回りのようで近道だったりしますので、そんな形で考えてみてください。本日のお話は以上です。次回からはですね、ちょっと、違う栄養とかの部分の側面について、慢性的な痛み
でお悩み方、お悩みの方、しびれでお悩みの方についての栄養のお話をしていこうと思いますので、お楽しみにしていてください。本日のお話は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。